はい、皆さんこんばんは、みなとです。スーパーファミコンのファイアエンブレム、紋章の謎、パート19、暗黒戦争編ですね。やっていきましょう。はい、バスでいらっしゃい。ちょっとね、この、左下というか、この砦の配置がちょっと悩ましいね。できればうまいこと動画で削ってやりたいんだがな。位置が悪いな。あれかな、ここで下流石ちょっと試しに使ってみて、この辺に置いといてみようかな。とりあえずこいつは、あ、避けられた。マジで ?6% 避けられた。力上がれ。力上がれ。あー、また幸運武器レベルか。力上がったらなー。もうちょっとダメージ与えられるようになるんだけど。次のターンじゃ。避けられたのが一番痛いな。あ、こいつ鋼の剣装備してる。お、いいね。お、上を狙ってきたか。おう。素早さ、素早さ、素早さ、起きた素早さ。力も上がっていい感じ。これで、アベルも、高速ゼロのやつには2回攻撃できるようになったね。もうさらに素早さが上がった。つか7になったか。え、6だっけ？20% 強えな、会心。ぐんぐん上がるんだろうな。あ、で、6になったのか。
70% しかねえ。目印低いな、ジュリアン。命中率は何で上がるんだっけ？素早さかな？下がって欲しいものは上がったね。マリコは銃しか稼げないからあんまり上がらんな。ここで力が上がっていれば銃与えられたんだがな。あとどれくらい出てくるんかな敵。こっちは回復が必要で、こっちも回復しとかないと危ないか。どうになるのかね。どうだろうね。無限分けではなさそうな気はするけど。素早さ、高音、守備力。間違えた、武器変えようと思ったね。で、ちょっとこいつどうしようかな。エクスカリバーで削ることにするか。一発で一ターンで20当たるよね。二ターンで済むから4減るのか。駒打ち続けてももったいないしな、ちょっと。今まで攻撃したのがもったいなくなるけど。ちょっとここは、しばらく攻撃戦とこう。抜けられた。確かにもったいないな、わら。経験値稼ぎをちょっと優先しようかな。で、そしたらこのアニメーションがちょっと時間もったいないよね。
確かカットできるはずだよね。設定オフ。よし。こいつ下に置くか。まあ、ちゃんと動くんやね、少しは。おお、開始。回復で。およ枯れた。枯れたかな今。敵全然来なかったね。アニメカットした直後に切れやがった。お、わら。切れたかな。どうなんだろうか。もう一旦経過させてみる？でもあれかな？こいつ回復しないと。打ち止めっぽいな、わら。こいつがさ、ダメージ受けてないと出てこないとかってあるかな？ちょっとチクってやってみるか。出た！つまりこいつにダメージを与えないと傭兵が出ないのか。あ、でも、数が決まってんのか、一つのトイレ柄。あそこからしか出てないもんな。あ、開始だ。そういうことか、わら。数だね。数が決まってたらしい、一つの砦から。で、こう最初の方塞いでたからな。それのせいか。じゃあもう他のとこは出ないっぽいね。下流石使ってみようか。流石。あ、ちょっと待って。ノーマルとリアルってな、何が違うんだこれ。リアルにしとく？おー、でかい。で、一旦経過するんか。そうか。
多分上からしか出ないよね。わざわざ砦から出たところです。32! ああ、漂流、氷の竜に特攻は必要か。これって物理かな？魔法かな？どっちになるんやろ？竜のブレスについて説明しよう。はい、七個目さんいらっしゃい。あ、あと5はバーツくらいか。人間は無力、以上。ああ、なるほど。防御無視か。誰と無視やなぁ。正確には、射程1に、ジェネラルだろうが神装甲とかす。じゃあ攻撃力分、ダメージが入るんか。それはかなり強いな。だって22そのまま入るってことでしょ？かなり強いな。使ってみよう。ほう。ガーン。その代わり、一回しか攻撃できない、勇者に首を吹っ飛ばされないよう注意。一回しか攻撃ができない。ああ、攻撃速度がゼロだから。一撃で倒せなかったら、狩られる可能性があるわな。これで、こいつの、鋼の弓で1削って、当たるかな？ 68% だぞ。当たった。なお、敵にドラゴンがいた場合も同じ。ということはわかるな？そうだね。とりあえず、射程気をつけないとやばいね。サンダーでやるか。おー、ここで会心か。銀の槍ゲット。ぐ、ミネルヴァめ、裏切り者。おーし。終わりかな？上まだ出てくるかな？ちょっと上の移動、増援が出るかだけ確認しようか。
出ないか。一度目だね。あー、よし、じゃあ制圧で完了だ。ここを抜けると港町はあれん、いいものがいっぱい揃ってる。あー、なんか、掘り出し物というかいいものを売ってるって情報聞いてたね。マルス王子、今日はマムクートについてお話ししましょう。彼らマムクートは人間が生まれる前からこの大陸に住み着いていた竜の種族だと言われています。だが、神の罰を受けて竜としての本性を石に封印され、辺境の地で細々と暮らしていた。人間とは争うことなしに平和に暮らしていたのです。ところが100年前、ドルーア地方に暗黒地竜メディウスが現れ、人間に恨みを持つマムクートを集めてドルーア帝国を作り上げました。そして人間界に攻め込み、瞬く間にこの大陸すべてを制圧してしまったのです。もちろん人間たちも死に物狂いで戦ったのですが、メディウスの力の前には何らなすすべがなかったと言います。そんな時、アンリという若者が、ファルシオンという光り輝く剣を持ってメディウスに立ち向かいました。そして激しい戦いの後、見事メディウスを倒してしまったのです。そうです、ここからは王子もご存知のように、その若者がアリティアを建国したアンリ一世です。しかし、あの暗黒の時より100年、今再びドルーアにメディウスが蘇ったのです。マルス王子、あなたこそアンリの血を引くただ一人の選ばれし者。志半ばに倒れた父上、コーネリアス王の意志を継ぐのは、もはやあなたしかいないのです。つまり今後、ドラゴンいっぱい出てくるよってことな。第1部7章、港町バーレン。ミネルヴァ将軍の突然の交代によって、無事、アカネイア領内に入った同盟軍は、兵の休養のために貿易港で知られる港町バーレンに立ち寄った。この町は帝国に多くの税金を支払って自治を保っており、同盟軍に対しても好意的であった。周りを海と山に囲まれ、多くの傭兵たちによって守られているこのバーレンの町で、兵士たちは久々の休みを楽しめるものと喜んでいた。しかし、そんな彼らの気持ちを嘲笑うかのように。まあ、帝国も、いるわな、そりゃね、っていう。突然、敵の攻撃を伝える知らせが舞い込んできた。さて、どこまで耐えられるかな。おー、なんかいっぱいだね。さあ、砦がいっぱいあるのか、これ。これまた増援出てくるタイプの砦かな。なんか知らんけど、一体だけ海賊いるしな。そしてまたボスがアーマーナイトっていうなぁ。あ、女神像を持ってる。守備高ぇ。アーマーナイトと、アーチャーと、ホースメンまで揃ってやがるよ。あれかな、名前ありのやつとかいないんだ。終了まであと5分になりました。味方になりそうなさ。この最初の敵ゾロゾロ出てくるところが、うわって一番テンション下がる、あら。わかるわ。ああ、ああ、そんなに出てくるのみたいな。とりあえず、ここに銅が置きたいね。前進するなら。前進せずにだったら、ここで立てこもりたいけどね。
ここか。立てこもるとしたら。まあ、ここに味方が出ればだけど。とりあえず、アイテム整理から始めましょうかね。これ、捨てるしかないんだよね、槍。預け。ここでね、魔法の書買えないかなと思ってんだけどね、どれか。なんか、いいもの売ってるよって言ったからさ。終了まであと3分になりました。魔法の書とこの回復の杖の補充が欲しいな。売ってるといいな。こいつに我の次こんな感じか。さあ何人 ?13 人。あ、他いねえな。ジュリアンと、あと一人か。ウェンデルかな。終了まであと1分になりました。あんまりマムクートはな、使わない方がいい気がするな。とりあえずエンデルかな。視聴してくれた皆さんありがとう。はい、では、次枠いきますね。ここから始めましょう。はい、お疲れ様。